95式重戦車は、日本陸軍が1935年に正式化した重戦車である。95式の名は、後期のカフタ桁から取られている。一区名称、ロゴー。第一次世界大戦の時点で、すでに、車体上に一機の全周旋解放塔を乗せ、これに武装を備えた、ルノー FT-17 系戦車が登場したが、この近代的スタイルが、 各国に浸透していくには時間がかかった。この間、各国は他の形態の戦車の開発に試行錯誤を繰り返していた。この中で生まれたのが複数の砲塔を持った多砲塔戦車であった。イギリスで A1E1、e、インディペンデント重戦車が登場したのを皮切りに世界各国でいくつかの多砲塔戦車が登場した。 しかし、車体が大きく被弾率が高い、武装を多く積むために、走行圧や、機動性が犠牲となる、一両あたりの生産費用が高いなどの理由から、T-28 中戦車や T-35 重戦車を製造したソビエト連邦以外は、他方当戦車の大々的な運用を行わなかった。95式重戦車は前述の他方当戦車の一種で、ある。 日本で作られた初の戦車として姿勢1号戦車。その改良型に姿勢91式重戦車があるが、これらも、車体前後に機関銃を装備した銃刀を持つ多砲刀戦車であった。また95式重戦車は実用試験目的で満州に輸送された。しかし両者ともに、コストや重量、機動性の問題があり、量産されることはなかった。 95式重戦車は、1932年3月に、竣工した姿勢91式重戦車をもとに、1932年12月に、開発が始まり、1934年9月には、試作車が完成した。全体的な形状は、姿勢1号戦車や、姿勢91式重戦車を、ほぼ踏襲しているが、装甲防護力や火力が向上している。 95式重戦車は、鉄道輸送を考慮して、全長6.47メートル、全幅2.7メートル、全高2.9メートル、重量26トンとなっていたが、当時としては、大型の戦車である。レイアウトは、後方から見て、車体前方左側に94式37ミリメートル戦車砲を積んだ、複砲等、その後方の一段高められた。 車体上に94式 7cm 戦車砲と機銃を積んだ主砲塔、ついで機関室のスロープ、その背後の車体中心線付近に車載系機関銃を積んだ銃砲が乗せられている。砲塔の装甲圧は前面 30mm、側面、後面 25mm、上面 12mm である。車体の装甲圧は前面メートル、側面メートル。 方面 25mm、上面 12mm と、この時期の日本戦車としては厚く、ソ連の T-35 に近いものとなっている。また、姿勢1号戦車の走行圧は8ミリメートルから1 7ミ、mm、リメートル、姿勢91式重戦車が主要部 20mm で、あり、本車の走行防御力は増している。本車は、当時の技術水準からリベット接合により、組み立てられている。 ただし一部証言では、車体が難航性であったとされる。また、車体全面中央に全消灯を、走行外付きの格納式に装備した。手法は、全備重量 4.42kg の92、式榴弾、及び、全備重量 5.04kg の95、式鉄鋼弾を使用可能である。この砲は、砲塔の旋回とは別に、独自の砲がによっても旋回する。 高低車階はマイナス12から20度、方向車階は左右各10度である。性能としては弾薬等重量 4.42kg、弾量 3.81kg の榴弾を初速秒速 350m で打ち出し、威力半径は 20m だった。射程は 5800m である。蛍光弾数は100発だった。 副砲は36.7口径の3 7ト、mm、ル砲である。高低社会はマイナス15から20度、方向社会は左右各10度、弾薬等、重量9 7 5ムの鉄鋼弾を秒速5 8 3ルで打ち出した。威力半径は8ル、射程は5 0 0 0ルである。砲身名数は5000発である。蛍光弾数は250発と多量である。 機銃は、車載系機関銃を2丁搭載した。一つは、後方銃刀、もう一丁は、主砲刀に、かんざし式に搭載されている。走行装置には、クラッチブレーキ方式、および優勢歯車機構を採用した。本車は、後方に機動輪を持つ、後輪駆動方式である。足回りは、89式中戦車とほぼ同様の、ものだった。しかし、 姿勢 1>, 1号戦車や91式重戦車が数十個の小天輪を板羽方式のサスペンションで接続したことに比べ、本社の天輪は8個製小天輪1個、上部支持輪が4個で構成され、天輪数を大幅に減らしている。エンジンには、BMW4 水冷直列6、気筒ガソリンエンジンの改造型、BMW6290AG を用い、 290馬力を出力した。1930年代前半、川崎では BMW 系の機械式火球機の研究開発を行っていたので、出力向上はその成果とも考えられる。蛍光燃料容量は400リットルで、行動能力は1 1 0トルである。姿勢1号戦車や91式重戦車は、 自長18トンでそれぞれ時速20キロメートル、時速25キロメートルの速力を出しており、本社は重量26トンで時速22キロメートルを発揮した。本社の途半能力は3分の2の長斜面を上ることができ、途上推進能力は1.1メートル、調合能力は3メートルだった。消音機は機関室の右側面後方のフェンダー上に一つ配置されていた。 95式重戦車は1935年に正式化され陸軍の試験を受けた。結果は性能機能ともに実用に適するとされたものの大阪陸軍造兵将による生産は4両にとどまった。この理由は高速軽量な戦車を多数整備する方針が策定されたことによる。これは陸軍が大陸での戦闘において 機動力が最も重要であると認識したためである。当時、戦線では最高速度時速 25km、重量12トンの89式中戦車が投入されており、この速力では不評を乗せたトラック部隊に追従するための機動力が不十分だった。結果、敵前線を突破する役割を92式重装甲車や94式軽装甲車が負担する状況が生まれた。 こうした判断を踏まえた際、最高速度時速 22km、重量26トンの95式重戦車の実用性は非常に低いとみなされた。最終的に95式重戦車が実戦に参加することはなかった。少なくとも1両が昭和15から16年頃まで千葉戦車学校に存在していたとされる。その後、4両のうち1両が 三菱重工業によって 10cm カノン砲を搭載した自走砲に改造されている。また、自路車とは別に4号車を改造して全面に棒立てを設置し、12cm カノン砲を搭載した自走砲も試作されている。1930年代半ばに日本陸軍が計画したと第二次世界大戦中にイギリス軍に考えられていた。 架空の多方投重戦車の架空の計画名。この戦車に関する情報はイギリス軍が戦前に入手し、1939年1月から1943年3月の間に翻訳された敵の戦車に関するイギリスの軍事情報の記録の中に存在する。この情報は英連邦とアメリカ軍にも共有され、 軍で発行された敵の装備ハンドブックにも掲載された。計画名、三つ -104 とは、三菱104の略であり、三菱製計画車両であることを示している。三つ -104 は、これもまた、日本陸軍が実際に開発したと、イギリス軍に考えられていた、架空の戦車である、97式重戦車を、一層、洗練したものと考えられていた。 97式重戦車は、75mm 砲1門、もしくは 37mm 砲2門を、砲塔に搭載していると考えられていた。記録の図面によると、密 -104 は、円錐台形の砲塔を3つを持っていた。主砲塔には、日本軍の同口径の野戦砲の1つをベースにした 75mm 低速砲を搭載していた。副砲塔にはそれぞれに、 機関銃を搭載していた。また、配置位置は不明だが、37mm 砲搭載の可能性も示唆されていた。足回りは、ルノー R35 のものに似た、水平コイルスプリングのベルクランクサスペンション形式で、天輪は、片側が、天輪2個で1組を3組、計6個、装備していた。エンジンは従来通りに、車体後方に配置していた。 エンジンには 12V のセルモーターがついていた。しかし 350HP の出力で29トンの重量を時速4 0トルで走行させるのは実際には不可能であった。第2本帝国戦車ツリーのプレミアム車両95式重戦車として登場。同じプレミアム車両の6号戦車ティーガーを除けば日本ツリー唯一の重戦車である。ありがとうございます。